はい、朝6時だね。まだ真っ暗。昨日作ったものがたっぷりあるよ。どうしよう、これ。鮭に、味噌汁もあるはずなんでね。多分、何も作らないでも良さげですね。ここはこうなってるから。お汁もね、みんな飲んでもらいましたね。これは洗わなきゃなんだよね。ずいぶん直子さんに綺麗してもらいました。やっぱりそういうのは大事だよね。一緒に生きるっていうことはね。まあ夫婦で、なんていうの、夫婦ですから、ね、一緒に生きてるっていう、パートナー同士で何かやるっていうのは大事なことでね。夫婦、家事分業とかなんかいろいろと言うと、もう、ちょっと家事の定義が変えないとダメだよね。それがわかんないと話にならない。それで、特に何もしませんので、とは言っても、夜はね、ちょっとなんか食べたいなと思う。夜の仕込みをしましょう。夜の仕込み。わかる？仕込み。Google。わかる？ Google 今寝てんだよね。俺の布団のところで寝てんさ、Google。もう本当に全く。まずね、これです、これ。キャベツの芯があるでしょ？これを食べてるんですね。そのため何するかというと、いろんなことしますけど、生姜も使いますね。この辺のバラバラのも入れちゃおうかな。入れちゃうか、どうしよう。ニラがありますからね。ニラはちょこっとだけ入れることにしましょうかね、今日はね。椎茸入れたいんだよな。椎茸、椎茸でいいんだよな。このでっかい椎茸もったいないね。舞茸、ひや、これ入れますかね。っていうのは餃子の皮があるんですね。これ餃子の皮ね。餃子の皮とニラがあって、ひき肉があるとなると、あ、これ切らなきゃダメだね。鮭もね、切らなきゃダメ。ひき肉があるとなると、餃子ですよね。ちょっと少ないね、これ皮ね。何肉ね。どうしようか。これ一緒に入れてやろうか。叩いてやろうか。しょうがない。しょうがないなっちゃいけないね。しょうがないっていうの、しょうがないってなんだよ、お前。食べ物様にも謝れ。しょうがないとはどういうことだ。いや、しょうがあります。ほら、生姜あります。あ、ニンニクがない。ニンニクがないよ、ここ。ほら、ニンニク置き場にニンニクがない。これ、久しぶりだ、こういうこと起きるの。まあ、しょうがないね。なんか気軽に、まあ、しょうがないように動かすよね、いつもね。まずこれを切っちゃうね、これね。これをこう切って、そうやっていきましょうか。とにかく魚は毎日食わなきゃいけないから、毎日食わなきゃいけないっていうか、炭水化物抜きで、満足できる食卓を作るには、何らかの形で魚が毎日焼いてやらないと満足できへんねん。それは問題なのね。問題ではないね。どういうふうにそれを仕入れていくかっていう、仕入れの、パターンのね、やり方になりますからね。こっちが皮目の方から切りましょう。それで骨はガツッと切っちゃえばいいからね。こういうふうにね。そうすると、ベリーグッドですね。
あ、ちょっと小さかった。もうちょっと。大体一人これを食うと半分食えばいいかね。これ600円ですから安いよね。1、2、3、4、5、6。これ600円ね。ちょっと塩味が入ってるかどうかわからないけど、確かこれ塩がそんなに入ってないはずだね。ちょっと塩をちょっと戻しておいてあげないと。ちょっとだけね。あんまり塩を戻しちゃうと、小さいかおい。これタッパ小さかったかね。まあ、色、これ完璧。それ、まあ、一丁入ってね。そうだね、これ入れてやろう。肉でしょ。これはどうしようかな。豚の肩ロースか。牛肉にしようか。牛肉あったかな。牛だよね。こっちの方がいいね。牛をちょっと入れちゃおう。牛と豚で少し相手の方が美味しいってよく言うからね。このぐらいでちゃおうか、牛肉ね。餃子の皮なんで、こうやってね、これはまあ、こうやっていけばいいでしょ。で、この辺、この芯粉をね、使ってやるのがね、予定なんで。この辺はね、昔はこのキャベツの水をうんと絞ってましたけど、今はもう絞らないことにしてます。せっかく畑から持ってきてくれたね、さまざまな代謝物の入った水だからね、これを大事にしないとどうするんだっていう話になるわけですよね。入ってるとまたちょっと餃子はちょっと味わいが変わるんで、餃子だよ、餃子の種だよ。そしたら6時から野菜刻んで餃子の種作る。ほい、朝の6時からレンコン刻んで餃子の種作る。どうすかな、レンコンどのぐらいいるかな。このくらいにしようか、レンコンね。人参も入れてやるかい。人参はな、まあな、いや、ね、色をでもなんか入れても怒られはしないと思うんですけどねなんかね、俺せっかくなんか入れたのにあれあんま惜しくなかったとか言われること多くてさ言い方があるだろ、言い方があるとかあるみたいなさ。まあしょうがないよね、しょうがあるこの際もね、入るとまたちょっと味わいが変わるんですね。ニラをね、ちょっと入れてみましょうかね。
ニラニラ。ニラとね。餃子なんてのもね、本当にもうみんな冷凍とかなんかだけど、こうやってちょっとやるだけでできちゃうんだからさ、食えよ、食えよ。めんどくせえよこれ。朝6時だよお前。ちょっと野菜多いな。野菜多いとさ、うまくねえんだよ。野菜多いとさ、うまくねえんさ。塩かけましょうね。塩振って、野菜の塩を振って、その水とかなんかを全部この中に入れてってやるわけですよ。どつく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 。あれだろ、指切れ指切れ指切れとか言ってんだろお前ら。指切ったらアップしねえよ。気をつけましょうね、怪我はね。怪我は万病のもと。違うよ。11秒怪我一生。誰決めたのそれ。これこう、あ、くたびれてきた。そんなくたびれてないんだけどね。朝からこうやってるとさ、時々後ろで直子さんがおっかない顔して見てんだよね。何時だと思ってんの。この間もあの後ろで怖い顔して見立ってたってさ、やれ、え、そんな時間だったっけと思ったら、暗いからもっと遅いのかと思ったとかね、って言って、本当にもう何回言ってんだけど、おいしいおいしい餃子の具、おいしいおいしい餃子の具、どつくどつく。今日はちょっといつもよりも大変です。あのこの牛のあのバカ肉がね、ちょっといっぱい入っちゃった。大変です。これマサイアンフードプロセッサー。ふぃー。どんつく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 。餃子はね、夜焼くからね。あの、昼間は焼きません。いや、別に。宗教上の何かあるわけじゃないですね。ただあのビール飲む時に焼きたいんで夜焼きます。うめんだよな餃子にビールってな。なかなか大変だねこれね。野菜の量が多かったね。ちょっといつもより早めに援軍を呼ぶか。援軍、援軍、援軍。これ援軍ね、ごま油。どっちにしてもいつも入れるんだけど、最初ちょっと早めに入れちゃいましょう。ごま油入るとあの全然粘着度が変わります。キノコ入れる。もうちょっとしたキノコ入れます。このあんは面白いよね。いろんなものが入ってって、それで
ここで味を入れるんだけど、その味見ができないんだよね。作ってる時に味見ができないっていうのがこの餃子のあんの一番特徴的なところですね。だから毎回作って焼いてみて、それでああこれ足りなかったんだな、あれ足りなかったんだなと思うでしょ。それでまた作って、それ繰り返しだね。だすごくなんていうの、人生そのものというかね、仕込みの時には味が分かんないんだよね。それが問題なの、うん、それが面白いところなんだよね。で一旦結果が出てから、ああこうしりゃよかったんだなって分かるんでね。その辺から舞茸を入れちゃいましょうか。まあみんなどうせ跡形もなく一つのものになるんだよね。僕はなんかこれ素晴らしいと思うな。それぞれに個性持っていろんな味わいを持ってる人たちが集まって一つになろうとしてるじゃない。あの時は全然違ったものだったのに、俺たち一つのチームになったぜ。そうかどうせみんな俺に食われんだぞお前らなんかベゾスさんみたいだね。お前らどうせ俺に食われるんだよ。あんたのために俺生きてるんじゃない。いや、あんた方が俺の中でまた一つの俺になるんだよね。生命ってのはそういうところがあるよね。でもそう考えなかったらダメだよ。僕は毎日食べてるもののおかげでできてるわけだからさ。ね、随分良くなってきたでしょ、最初に比べるとね。これが面白いとこ。餃子のあん作りは一番好きかもしれない。料理の中で。美味しいし、好きだからやるんだけどね。今、指触っちゃった歯。ね、だんだん野菜から出てきた水が肉と混ざり合いながら一つのものになっていくでしょ。昔はひき肉を手でこねてたんだけど、刻んで、野菜は刻んでね、ずっと絞って、それから手でこねて手でこねて、ずっと手でこねて手でこねてってやってたんだけど、パテでこうやって作るようになってからはもうこっちの方が美味しいってわかるから、ハンバーグもこうやってやるでしょ。パテから作るってのはすごく面白いこと。おすすめできるかねこんなことあんまりやんないかもしれないな。誰かやってるかな。いや、きっとやってるわ。太陽の下、新しきものはなし。なんで今日味噌汁のものやな。古いって昨日の味噌汁余ってるんだよね。今日は何もしないです、朝はね。何回ぐらい叩いたのね、数えてみればよかったね。後で動画数えてみるか。もういい感じだね。なんか一個ぐらい焼いてみるか。せっかくしっかりかけるのもあるからね。一個二個焼いてみるか
こうやってね、このぐらいでいいですかね、このぐらいでね、このぐらいでいいんじゃないの。餃子のあん、餃子のあんマーグレット。何じゃ、何て言うんだよ。しまっ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 てするんだよね。まあめんどくせえからなんでもいいんさ、こんなもん。はい、じゃあ餃子を焼いてみようかね。朝からかよ、面白いやつだな。こんな少ないからな、ギコだから羽根つきしねても怒らねえねえろ。ニコだけ焼くよ、やっぱ。弱火ね、餃子は弱火、基本弱火。これで入るね。あんはね、作ったらある程度の時間は置かないと美味しくない。何今焼いてんだよな。なんでね、こうやってよろしいかと思われます。はい、こうやってね。餃子のあんぱやっぱもう一回転させますんで、こうやってね、まあなるべく空気にも触れない方がいいよね。おや、もうちょっとチキチだでベイビーね、こうやっておきますね。こうやって冷蔵庫にしまっておきましょう、夜までね。こっち側がもう今焦げてきたね。うまそうじゃの、うまそうじゃの、うまそうじゃの、うまそうじゃの。蓋をかけて、あとはパヤパー、これ洗う。もう量が少ないですから、これね、一番弱火ね、一番弱火じゃないとダメです。で入れてから全部ね、で水蒸気終わったわけですからね。じゃあその間にパヤッパーね、あとしますんで、パヤッパー、よし。これは本当に水の量とね、あれだからね、中火でいきますからね。で、こっち側を片付け始めますか。もう、みんなと活動が始まりだしましたね。みんな起き出しました。さて、俺は寝るか。
トマト行くさんで、おまゆちゃん来た、もうグーグル来たか。まずは包丁、包丁を切りにやりまして、もうそろそろ3分だね。眠すぎたかな。見えすぎちゃったね。でもこのぐらいでいいでしょうね。曜日なんだけど、まあ人によってはいろんなやり方ありますけどね。まあ餃子焼くのもね、かなりみんな違うから面白いね、そういう意味では。うまそうだね。ここまで来ないと、あんがうまく焼けたかどうかわかんないっていうね。うまそうだね。よかったね。弱火でずっといけば十分美味しくできますからね。水蒸気がみんな抜けて、水が抜けてくるとパリッとしてきますけど、今日はなんかあれだね、上の方がちょっと蒸気ある感じが残ってて、またそれも美味しそうだね。ね、こうやってはい、出来上がりです。ほっほっほー、パリャパリャー。レンコンとニラ、レンコンとニラと、なんだっけ、マイタケと、うん、うまいよ。もうちょっとしょっぱめあってもよかったね。肉がね少ないから、肉の味が一回野菜に吸い割れて、また野菜の水がまた肉に吸われて、皮が受け止めてるでしょ。やっぱこれが餃子のいいとこだと思うよね。
炭水化物だけど僕は大好き餃子万歳。うん、人生万歳。